いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2012年モデルアウディ A6 アバントをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントのバンパーとガラスにそれぞれ飛び石があり左フロントのドアに へこみ傷がございます。また、右フロントのドアに小さな傷があり、リアバンパーに線傷と小さな傷がそれぞれ数箇所ずつございます。外装色はダコタグレー、インテリアはベージュレザーの組み合わせとなっております。アウディらしい高い走行性能と アバントの実用性を兼ね備えた A6 アバントでございます美しく洗練されたボディデザインに加えこちらのお車にはボーズスピーカーやサンルーフなどが装備されておりますので開放感あふれる快適なドライブを楽しみいただけるモデルですヘッドライトには LED ヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけます エンジンジスペックに関しましては3リッター V6 スーパーチャージャーエンジンが搭載され最高出力は310馬力を発揮しますアルミホイルは純正19インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り5分山ほどとなっております続きましてリアご紹介させていただきます リアのテールライトも LED が採用されておりマフラーは日本出しのマフラーが装着されておりますのでデザイン性に優れております合わせてトランクスペースのご紹介ですオートテールゲートが装備されておりますので開閉は電動で行っていただけますアバントタイプでございますのでトランク全体十分な容量を確保しておりさらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます 続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは4本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。 アダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは、アウディ純正ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。また、バックギア入れていただきますと、バックカメラも装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。 シフトは7速のオートマチックシフトが採用されており、デュアルクラッチならではのスムーズな変速が魅力的です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも広く確保されておりますし、後部座席にもシートヒーターが備わっております。 またスピーカーは BOSE のスピーカーが採用されておりますので後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけますまたサンルーフが装備されておりますので開放感あふれる室内空間を演出しております合わせて気になる車内の匂いですが若干方向材の匂いが残っておりますでは今回は2012年モデルアウディ A6 アバントをご紹介させていただきました。走行距離約4万6千キロ走って終わりますが、内外装ともに綺麗な状態を保っております。車検も平成31年の9月まで残っておりますので、この車後も安心してお乗りいただけます。高い実用性と走行性能を発揮する、アウディ A6 アバントでございます。 310馬力を発生させるエンジンと7速のエストロニックシフトが組み合わされておりますのでドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけますインテリアに関しましてはサンルーフやボーズスピーカーシートヒーターをはじめとする数多くの快適装備が充実しておりますお探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますよろしくお願いいたします